アーバダは、アメリカ合衆国コロラド州のジェファーソン軍とアダムズ軍にまたがり、デンバーオーロラブルームフィールド都市圏に属する自治都市である。州都デンバーからは北西に7マイルの位置にある。アメリカ合衆国国勢調査局による2010年国勢調査による人口は10万6433人である。州内では第8位、国内では235位になっている。 ロッキー山脈で最初に文書に残された金の発見は1850年6月22日のことであり、カリフォルニアの金庫を求めて向かっていたジョージア州の炭鉱者、ルイス・ラルストンがクリアクリーク川口近くの小さな水流に先行鍋をつけた。ラルストンは約1、4オンスの金を見つけたが、当時は5ドルの価値があった。ラルストンの仲間たちは、 彼の栄誉を称えてこの水流をラルストンクリークと名付けたが、彼らは皆カリフォルニアの近郊に魅力を感じていたので、翌朝にはその地を離れた。1858年のパイクスピークゴールドラッシュの時、ラルストンは自分が最初に金を見つけた場所に仲間の炭鉱者集団を連れて戻ってきた。この地域の砂金は間もなく取り尽くされたが、西の山岳地で、 硬い岩盤の金脈が見つけられた。炭鉱者の中には、金探索をやめて、ラルストンクリークやクリアクリークに沿った、肥沃な低地で農業を再開する者がいた。彼らは金炭鉱者を相手に穀物を売ることのできる、旺盛な市場を見出した。1861年2月28日に、コロラド巡州が設立され、この地域で増え続ける人口に対処する農場が、広がっていった。 1870年、コロラド中央鉄道が、現在のコロラド州ゴールデン市から、デンバーの北3マイルにある、ジャージー欠接点で、カンザスパシフィック鉄道とデンバーパシフィック鉄道とを、つなぐ路線を引くためにこの地域に線路を敷いた。1870年12月1日、ベンジャミン・カイ・ワーズワースとルイス・エリノが、鉄道に沿った、ラルストンポイントに、土地の区割りを行った。 ラルストンクリークに沿った他の地点との混同を避けるために、この地は開拓者、メアリー・ワーズワースの義兄帝、ハイラム・アーバダ・ハスキンにちなんでアーバダと名付けられた。ベンジャミン・カイ・ワーズワースが初代のアーバダ郵便局長になった。コロラド巡州は1876年8月1日に就職を認められ、アーバダの町は1904年8月14日に正式に姿勢を敷いた。 アーバダは活動的な農業社会として世界のセロリの首都を標榜した。アーバダは州都デンバーの郊外として20世紀後半に急速に成長した。1951年10月31日には州法による都市となり、1963年7月23日には自治都市となった。2000年期の末には人口が10万人を超えた。 2007年12月9日、マシュー・ジェマレーがアーバダにあるユース・ウィズ・ア・ミッションに入っていき、一晩の滞在を断られた後で発砲し、二人を殺害、二人を負傷させた。12月12日の水曜日に犠牲者の追悼式が開かれ、伝道所の指導者たちはここで起こったことについて、マレーの家族を許した。アーバダ氏は、市政委員会、シティマネージャー方式を採用している。 市政委員会は、全市を選挙区とする一人の市長及び二人の市政委員、市内の四つの選挙区から選ばれる、各一人の市政委員、合計7人の委員で構成されている。市政委員会が、シティマネージャーを選出する。アーバダは、北緯39度49分12秒、整形105度6分40秒。 北緯3 9 8 2 0 0零度成形105.11111度3 9 8 2 0 0イ1 0 5 1 1 1 1 1に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は36.759平方マイル。このうち陸地は35.142平方マイル。 水域は0.617平方マイルで、水域率は1.73%である。アーバダは、週間高速道路76号線の西の終端であり、道7 5号線とコロライド州道121号線の交差点から始まっている。その他州道72号線、道93号線、道95号線が市内を通っている。 市内から近い主要道路としては、週刊高速道路25号線、道270号線、アメリカ国道36号線、道287号線がある。アムトラックの列車カリフォルニアゼファーが毎朝西向きと、毎夕東向きで市内を通過する。この線は、ロッキー300の景観の良いところを走っており、国内でも人気が高い。近くのデンバーユニン駅では、 旅客と荷物双方の扱いがある。アーバダ市内では、デンバー地域交通地区が市内7路線、急行4路線、及び地域内1路線のバス停機便を運行している。デンバー地域交通地区は2015年までに古いコロラド中央鉄道の線路に沿った通勤鉄道ゴールド線をアーバダ市内に引く計画を立てている。航空では、デンバー国際空港と近くにある ロッキー山脈都市圏空港を利用できる。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。アーバダの古い街並みアーバダ市は、その大部分はデンバーとボルダーのベッドタウンである。主要な商店街は、ワーズワースブールバード、52番アベニュー及び、ダルストン道路沿いにある。レイクウッドは4つの都市と、姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。